なんか物音がします。すいません。電気ちょっとつけさせてもらいます。反応はないけど、いると思うんですよね。いや、なんか、惜しかったんだよね。大丈夫？すっごい後ろから見られてる気がします。あ、ふわっつった、ふわっつった、今、その辺。あと、何の聞こえた？言った？この仏壇があるよっていう感じ。仏壇の上方？仏壇に反射して、なんかこっちのこう顔こう覗いて突っ込んだ。無理、怖すぎる。めっちゃやばい。まだ言ってる。足尾銅山と似てるような。あ、そうですね、うん、銅山は銅を発掘する山、はい、銀山ということで銀を発掘する山ですね、はい、なるほど、はい、めちゃめちゃ有名で世界遺産です。おお、世界遺産なんだ。世界遺産なんだけど負の遺産があるっていうことでもちょっと話題になってる。負の遺産、まあ、なんだろう、足尾銅山で考えるんだったら強制労働とかの類なのかなと思ったりするけどね、うん、はい、うん、この石見銀山にも強制労働というね、はい、闇歴史があります。あ、やっぱあるんだね。そこで亡くなった人たちの霊が現れる場所です。うわー、じゃあ結構いるべ。まあまあまあ、足尾銅山を経験してますから大体は分かりますよ、僕らも、うん、この石見銀山には形状があったんですよ。はいはい、形状、そう、形状があったんです。もう似つかわしくないものがありますよね。そう、もう働くところなのに普通に形状とかあった場所なんです。それは意外だわ。あとは牢屋が今も残されていると言われています。マジで？なんでそんなものが必要なんだろうね。強制労働に耐えられなかった人たちが逃げたと。あ、うん、そういう人たちを収容する場所だったんじゃないですか。あ、捕まえてそこにぶち込むんだ。霊感ある人たちがこの場所に来てたらしいんですけど、うん、はい、その人たちはここは絶対に来ない方がいいと言っております。もう断言したんだ。絶対来ない方がいいってやばい。マジか。石見銀山の予想レート、はい、SS でございます。わあ、まあそうですよね。 SSS も全然ありえそうな気がする。今回も気を引き締めて、はい、油断することなく行きましょう。はい、ありましょう。結構歩いたけどさ、マジで広い、ね、マジ広いし本当にね、なんかマジで足尾銅山もそうだったけどさ、やっぱ銀山だから広いよね。これもう家だらけだもん。ああ、家だし。ちょっといい？え？うー、あったこっち。え、わかんないけど、見える多分あれでしょ。うわ、これ？え、これっぽくないか。え、確かに。だって完全になんか閉じ込めてる感じじゃない？あれ、閉じ込めてる感はある、めちゃめちゃある。いや、てかまあ別に牢屋じゃないにせよ、あれはなんか不自然じゃない？うん、ちょっと皆さんには何もまだ見えてないと思うんですけど、だいぶ近いです。ちっか、え、待って、え、待って、やばくないこれ。え、待って、どうなってんのこれ。ゴーゴー言ってない？え、どうなってんの？ゴーって言ってない？いや、分かんない。じゃあそっちからもうなんかゴーみたいな空洞の中から聞こえてる感じの響き方だから。じゃあこれじゃん。え、もうこれやん。そう、ちょっと行きますか。うわ、俺ちょっと久々だわ、なんか足動かないの、なんか。あー、もうすくんじゃってんの感じに。なんか嫌なもん感じてるでしょ。うん、じゃあなんかね、俺じゃないとは思うんだよ。でもこれターボのとこいるけど、別にターボに反応するわけじゃないと。いや、2人が強えんだよ多分。嘘でしょ。え、嘘でしょ。嘘でしょ。完全に完全待って、完全に聞こえてる今。2、3人ぐらいで爆走してたよな。こっちでしょ。
や、二人が強えんだよ、多分。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、待って、俺全然聞こえなかったね、今。え、お前やばいよ。サイさ、ちょっと山の方じゃない？ちょっと山の方。え、お前完全に聞こえた？いや、完全よ。今のタイミング、俺とタワーを全く一緒だったからね。さっきの場所でやっぱ。え、まずいよ、ここ、マジで。ちょっと写真撮ってみますか。そうっすね。お邪魔します、本当に。本当に何も悪さする気ありません。はい、お仕事できております。はい、お願いします。え？え？完全じゃん。え、もうロギスペースでやばい。おかしいでしょ、この空いてるスペース。うわー、マジか。誰かをいるようだよ。だって普通にさ、これもおかしくてさ、これ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 。もうだってここ絶対なんか座り用とかでしょ。そうだね、なんか変だよな。完全あの暗闇やるときはあそこだね、うん、あのスペースだね、完全に。そうだね、この中でやるとしたら多分俺だと思うんですよね、この感じ多分。もうそれ、まあ、もう分かんないけど、それはいや、多分俺なんだよ。まあ、お前多いもん。俺なんだよね、完全に。ちょ、怖くないこいつ。こんな張り切ってるやついかないでしょ、いつも。こういう感じの時一番危ないよね。ね、さ、待って、急に腰痛くなったんだけど。お前たまにそれあるよな。確かにリボンの積極性はよくわかんない。俺が一番こっちから感じてるものがあるから、まあいい絵を撮りたいんじゃん、やっぱね、っていうのがあるから。なんか、なんでも笑ってるのかよくわからないんだよ。確かに。いや、お前マジ大丈夫？俺個人的には大丈夫。個人的にはでしょ、うん、そ、俺もそうなんだ。そんなにおかしいの今俺。いや、おかしいよね、こいつこの感じ。常に口角が上がってる状態おかしいもん。嘘、そんなに口角上がってる？なんかお前なんか、なんかずっとにやけてるみたいな感じ。じゃあ負けね。負けいきましょう。最初のグッチャケ、ほい。はい、これでしょ。うわ、なんでこいつな。俺じゃん。そんなに不安だったら別に俺はいいけど、なんか電話つなげといてよ。もう戻っといて。あ、分かった分かった、電話つなぐわ、うん、で本当になんかあったらもう俺助け呼ぶから。あ、そうしよう。お前前回マジとんでもないことになってるの忘れるんだよ。こいつで取りつかれてさ、もう明らか体調やばいことになってたじゃん。体調完全に悪くなってさ、あの時マジで俺びっくりしたもん。リボン、お前大丈夫？本当に今なんか うめき声みたいに聞こえたよ。リボンじゃない、お前じゃない。いや、マジでヤバかったらすぐ助け呼んで。そう、マジ来てって言って。ああ、で、行きましょうか。ああ、最初の5分間ぐらいですね、約5分間は明かりありの一人タイムをやります。まあ、そこでね、あの話しかけてみたりとか、ちょっとスピードを使ってみたりとかして、ちょっと交流ができないかっていうのをちょっとやってみます。で、その後残りの5分、約5分は完全にあの電気の方を消して、一人の暗闇タイムをやりたいと思います。で、今回は正面にあるカメラ、あとはもう一台カメラをあの準備しております。2台体制で、今回はやっていきたいと思います。今からね、あの企画を始める前にちょっと2人に電話して、何かあった時のためにね、はい、ちょっと電話かけます。もしもし。企画説明はしたので、今からちょっと始めるんで電話繋げておきます、ね、はい、こっちで何か聞こえたらすぐ言うわ。これから約5分間、普通の一人タイムやっていきたいと思います。じゃあスタート。
まあ僕が聞こえてきたのは結構この範囲なんで、なんかあるかなって感じなんですけどね。スピボだけじゃないんで反応するの、普通にスピボ使わずにちょっと語りかけてもみたいと思います。誰かいますか？誰かいますか？普通に話しかけた感じ、特に反応もないので、ちょっと一人でスピボをやったら反応するのかってもちょっとやっていきたいと思います。僕一人になりましたが、会話していただけませんかね。ここに誰かいらっしゃいますか？この、待って、そうでしょ。後ろから普通に叩かれたんだけど。え？マジ？大丈夫？ノックしたみたいな。絶対ありえないんだけど。もう確定それは。入ってんじゃん。普通になんか後ろからポーンって。絶対だって石も落ちてないし、何もしてないね俺。なんか影とか見えたりはしてない？こっちやね。なんか嫌な予感するのは、仏像の前らへんになんか動いてるのかもなみたいな気配というか、はっきり捉えられてないんだけど視野で。でもなんかいそうなのは仏像の前。じゃあリモンさん、はい、もう5分ぐらい経ったんで、はい、暗闇タイムやりましょうか。了解です。そしたらじゃあちょっとこれから5分間暗闇タイムで静かにちょっと過ごしてみます。今手持ちのライトだけですので、これを消してクレームタイムスタートしていきます。じゃあ行きます。ちょっと静かにしてみますね。金の音聞こえた。金ってお金？お金じゃなくて。コーン、ゴーンってやつ。そう。なんか音する。音するって言ってる。音するって言ってる。え、ちょ、見てみ。え、なんか音する、ずっと。え、リモリモ。あ、びっくりした、何？あ、ごめんごめん。え、音するってさ。うん。どんな音だった？なんかわかんない、なんか後ろから、だからさっきの叩かれたところへんから、なんか、スワーみたいな、なんかずーっと落としてんの、壁から。お前なんでわざわざ聞いたかって言ったら、うん、リボンは音を聞こえる、うん、5秒前ぐらいに、うん、ズレの鐘の音、あれ聞こえてきたんだよ。で、そんな音はこっちしてない。いや、待って。女いんな。どうした？女いるわ。女の声してる。え？もうやばいんだ、そこ、本当に。なんか喋ってる。わかんない、なんか喋ってるような気がするんだけど。ラストミッションとして、はい。電気つけた状態でいいから、うん。あの写真を撮って帰ってきてください。わかりました。じゃあちょっと自分を写した写真で。オッケー、ちょっといろんなところで写真撮って帰ります。嘘でしょ。後ろから普通に叩かれたんだけど。ちょ、怖くないこいつ。写真を撮って帰ってきてください。わかりました。じゃあちょっと自分を写した写真で。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺と大輝の感想はいいかな、別に。俺はもう本当に体に害が出たっていう。あそこが離れて車に来た瞬間に痛みがパッと消えたの。俺に多分攻撃した例は悪い例だよ。うん、害を及んでるんだからね、そうそうそう、実際ね。じゃあリボンの感想を聞きたいっすね。はい。地蔵の方で動いてるような感じがしてたんだよね、なんか。最後の方、女性の声も結局地蔵の前というか、そっちの方から、外から聞こえてるから。はいはいはい。俺変に笑ってたって言ってたけど、変な余裕があったの、あの時に。始める前。でもなんかその余裕も一気に消えたし。なんか大体さ、心霊スポット行ったらさ、うん、こいつ狙われてるな、みたいな、あるじゃん。はいはいはい。この場所わかんないね、結構ね。全然わからない。リボンが結構ニヤニヤしてたからもうちょっと半分誘われてる感じなのかなって俺思ってたのね、うん、でもいざ一人になってたら結構普通な感じだったわけじゃん、うん、だとしたらこっち側が本当は狙ってんのかなって今思ったんだけど、うん、でも大輝もあそこにいた時は腰痛くてこっち戻ってきた瞬間楽になったって言ってるじゃん、うん、結局誰が狙ってたんだろうね。だからもう誰とかじゃないんだよ。もう多分ここにいる時点でみんな同じなんだと思うよ。多分そうや、基本的には。岩見銀山。レートは S ですね。そうですね。S はあるよ。近くにあるトンネルに女性の霊が現れるとか、うん、この山一帯がチェンジ中ちょっと霊処理場となっていたと。うーわ、もうなんか戦時ってワードがもうやばいね。ということでいっぱい霊がいるということですね。何よりもやばいのが、はい、口コミの多さ。余裕で過去最大なんじゃないかってぐらい口コミが多い。あーもう出て当たり前みたいなとこあるんだ、うん、まあそんだけ口コミがあるってことは相当出るっていう裏返しみたいなとこあるんで、うーわー珍しいよね、そんな毎回出ますよみたいな感じの場所、うん、一応もうパッてね、さっき通りだけ見たけど、うん、もうやばそうだったじゃん。いやもうここは多分一番のね、うん、もう見た感じの雰囲気は完全にやばいんで、うん、楽しみにしていてください。はい、お願いします。予想レート SS です。あーもうそうっすね。もうでも今見た感じでもう一個上がっちゃいそうだけど、まあそんな次元ですね、うん、気をつけてやっていきましょう。はい、ここだけでも怖い。おかしいっしょ、この文字の書き方。え、だって外に鏡あるパターン嫌だな。これ嫌だね、もうすでに嫌だよ。珍しい。うん。髪ないな。本当に嫌じゃん。電気はもちろんつかないっていう。やばいよね。もう街灯あるだけマシに思えるけど、雰囲気は結構桁違いだね。いや、雰囲気やばいよ。やばいぞ。いや、一人で往復してはいけないから、いやすごいよね。ちょっと無理か。めちゃくちゃ無音だな、やっぱり。若干モーター音はしてますけど、なんか下の方でね、うん、距離もそんな400-500m ぐらい。そうだね、500、うん、ぐらいかな。なんか喋った気するな、左今。そう、うん、喋ってた。左下喋った感じしたな。どうなってるかわかんねえんだよな。でも結構下の方なんだよ。めっちゃ怖いわ。何現象とかじゃない、何もなすぎて真っ暗なの。え、あ、下が、うん、なんか闇に連れてかれる感じになる。あ、え、めっちゃ暗いよ。見てみ、気をつけた方がいいよ。なんか頭おかしくなりそうになる。うわ、ほんとだ。なんか やばいよねこれね。響き方やば。なんでこんな真っ暗なの。え、あ、やばいわ。確かにこれは普通に湖ってことかね。まあ、だんそうだね、多分。この前みたいにガシャガシャしないね。確かにね。この前やっぱ異常だったよ。囲まれてる感じやばかったもんな、あそこ。あそこは異常すぎたと思う。普段山が見えるとこでの体感する音とか、うん、なんかやっぱコツコツ言ってる。待って、もうやばいって。ちょ、本当にやばいって、もう嫌だわ。これを見てる皆さんはね、これで、うん、言ってる気持ちになってくださいね。いや、ほんと臨場感すごいですから。なんか激しい重低音してる。うん、しだしたね。うん、うん、した。ほら、あ、聞こえる。なんだ
真撮ってみますか。撮ってみようか。オールは割とはい、現象も少なかったね。もうこれで終わりですね、ここ。うん、正直そこまでないよね。そうだね、今のところない。意外とあっさりして終わったから。ちょっとじゃあ逆に袋は一人ずつ行ってみましょうか。はい、そうしましょう。こんな感じで今中間地点らへんです。何をガードしてるのか分かんないコーンがたまたま今あるんですけど、えみたいな笑い声みたいなのが聞いたんで、パッてこうこっちにカメラ向けたんですけど、たまたまね、なんか謎のコーンが。あそこはあの建物のガードだからいいんですけど、ここ何っていう。で、他のとこないんですよ。いいけど行きましょうか。足から見てこっち側、ちょっとこっちに沿って歩いてみます。ん、わかるかな、なんか奥黒いの、なんか人みたいに立ってねえか、あれど真ん中、なんか肉眼で見ると子供と大人の影みたいに見えます。なんか不自然なものは一応ないっす、今のところ。結構見てるんですけどね。ほらほら、バタッつったよね、今。今バタッつった、ほら足音みたいにしたぞ、そこ。さっき写真撮ったの、ほら。なんかしたぞ今。ほらほら、バタッつったよね今。奥黒いの、なんか人みたいに立ってねえか、あれ。お疲れ様です。おっそ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 。俺後ろがずっと嫌な感じする。後ろ、うん、なんか後ろから声聞こえて、あと物音バタンバタンしてんのも全部真後ろから、うん、なんかついてこられてるような感じがする。あとずっとなんかね、後ろね、子供と大人みたいな影が見えるの。影？橋の向こう側に今もいる。そいつが怖すぎて俺、だからもう俺後ろすっげー気になって。ちょちょ、そいつとかじゃなくて、どういうこと、どういうこと。いや、見えんのよ、影、真っ黒の。手つないでる、右がお母さんっぽい人で、左が子供。今も見えてる。今はね、見えない。なんか薄くいるような気はしてる。どういうこと、なんかやばいこと言ってない。いや、ガチで見えんのよ。渡り切った先にいるんだよね。いる。今もうなんかもう見えてきた、若干。え、なほら、ほら、ど真ん中にいるじゃん、人。はい、真っ黒の人。あー。見えるでしょ。確かに。で、左子供みたいにいるでしょ。いや、あれ何かわかんない。わかんない、わかんない。これのことをたつきは言ってるんですよ。あ、水か。水にしては人っぽすぎる。人っぽすぎるね、確かに、うん、写真撮ってみよう。なんか不気味だわ、うん、だってこっち側水出てすらないし、ね、そうだね、こことかに関して。ああ、そうおかしいな、うん。もうこの一帯で残されてるのは俺一人です。この辺でやりますか。ちょうどこのなんか物置みたいな、今キーキー言ったな。あ、カーンって言った。うわ、前回のダムの音した。あのカン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 音鳴って追っかけられてるような音の場所だ。あ、音がした今。
それでは橋のど真ん中でまずは黙って何か反応があったり現象が起きるか試してみます。ほらまたバタンつったよな。なんか言うんだよここ。うわさっき俺と正義で歩いてた時と俺が一人で歩いてた時両方ともその音なかったんですけどね、すでにもう2回聞こえてます。それがほら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 言ってんだよな。どなたがいらっしゃいますか。どなたがいらっしゃいますか。なんかどなたがいらっしゃいますかの後にうるさいって返ってきてない。これ俺の反響かな。どなたがいらっしゃいますか。あれ帰ってこない。ここらでスピリットボックスで何か応答があるか試してみたいと思います。どなたがいらっしゃいますか。僕に気づいてますか。恨みなどありますか。まあなんかいいえって言った感じしました。会話ができたって言えるほどの反応はありませんでした。最後に噂のトンネルを渡っていきたいと思います。はい、来たトンネル。まあ見た感じは普通なんだよな。本当にもう 50m 下手したらないぐらいの、うん、短いトンネル。これが今通った場所だね。でこの先にもう一個あるんだよね。うん、もう一個あるんですね。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。話聞いてる感じだと、うん、たつきが結構不思議な経験を結構していると。そうだね、暗闇で一人タイムやった時だね。やっぱり全部集結したのは一個前に柵がカン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 迫ってくる音あったじゃん、うんうん、あれが鳴った。やばいね。やっぱね、遠くからどんどん近づいて最終的に俺の真後ろでずっと鳴ってた。それが鳴り出したからどなたがいらっしゃいますかって直接聞いたのよ、うん、したら遠くでのぶとい男性の声でうるさいって言われた。結構怖かった。いや怖かった。なんか迫ってくる感じがしまくってて、まあ、なんかあそこやけに怯えてたよね。そう、本当は俺めちゃくちゃ怯えてんだけど、うん、怯えんのにちょっとやめようと思って、なんか怖くてめちゃくちゃ隠してた。ビビってる方がさらに来んじゃねえかなと思って、うん、まあでも普通に冷静に考えたらあれはもうずっと怖かったね。ちゃんといるってことですね。まあいる、間違いなくいると思う。最終レートはどんぐらいですか。 S ですか。まあ S っすね。 SS も行ってないですか。行かないね。やっぱ総合的に言うとまあその時だけだもん、うん、その時だけだったので。乙女峠マリア聖堂、どういう場所かっていうと、はい、キリシタンっているでしょ。はいはい、まあ、信仰してる人たちだよね。そう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 、うん、その人たち、うん、3000人以上を、はい、捕まえた場所です。えぇ、捕
まえて、ああなるほど、3000人以上が捕まって、もうそこでもう数々の拷問が行われていたらしいです。そっか。え、話的にこれってじゃあその江戸とかそっちぐらいの時代の話ですか？そうだね、江戸時代って鎖国してたじゃないですか。はいはいはい、あ、しましたね。だからそういう海外の文化を取り入れない時期だったんですよね。うん、だから侵攻してた人たちを迫害した場所。はい、どう考えてもね、恨みを持ってされてるじゃないですか。そうだね。だからもう間違いなく危険な心霊スポットです。こちらの予想レート SS ですね。いや俺らオーナー SS、 あの SS はかなりヤバいですからね。うん、こちらも決して気を緩めることなく、はい、回りたいと思います。よいしょ。見えてきたぞ。あ、なんかうっすらなんか見えてきたね。あなんかもう和風の建物じゃないね。完全洋風だな。これ教会か。そうだね。あなんか見覚えあるような形だもんね、教会。うん、でも新しいっぽい、なんか、うん、多分使われてるんですね、多分これ。どうぞご自由にお入りくださいって書いてある。マジ？お祈りくださいって。あ、特に時間書いてないでしょ、だってほら、こっちは。ああ、同じだ、同じ、同じだ。だからこれ開いてんだよ、今。開けてみますか。行くよ。うわ、怖いな。うわ、マジ。うわ、これちょっと、うわ、マジでやばいよ。ちょっと消してみて。うわ、ちょっとこれマジでやばいわ。うわ、鳥肌やば。いや、ちょっと普通にやばい。なんか見た瞬間マジでやばいわ。いや、わかる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 。えぐいよね、ここ。ちょっと見ていい？うわ、なんかやばい。あ、いや、見るだけ。ちょっと見ていい？いいよ。ため息したよ、中で、誰か。はぁーって。ため息？ちょ、普通ため息とか。はぁーって。なんか一人で撮ってきていい？いや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 。いや、違う、別にあの、なんかおかしくなってるとかじゃなくて、今の声がめちゃめちゃ気になる。いやいや、でも、その時点でおかしいから。もう足跡したな。こんな…え、鍵今開いた。ちょっと待って、待って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 
もうやけにせかせかしてたよね、うん、子供の小走り感。子供？大人じゃないんだよね、なんか。これは何だろう。聖書みたいな感じだよ、多分ね。そうだね。探索した後さ、今周りに一人誰もいねえじゃん、うん、もしここに人影でも見たらもうやばいぞ、俺。座ってる人とか見たら。でもなんかさ、変な黒いのとかちょいちょいなんかいる気がしない？うん、わかるよ、なんか、ね、ふとこう見た時になんか黒い棒みたいなのがいる気がするんだよ。あ、めっちゃわかる。俺もなんかふっと周り見渡すとなんか立ってる気がするんだもん。だからよちょっとし横目の視界で捉えた感覚でしょ。だからもうはっきりじゃないけど、だからなんかそのなんかモヤモヤさを解消したいがためにいろいろもう見ずにはいられない状況になっちゃってるんだよね。え、もうやだよ、行きたくないよ。でもこっちなんかある、なんかある感じじゃないよね、別にね。しかも今待って、公衆電話のとこ誰が通ったぞ。なんかね、俺公衆電話手見えてる気すんだよね。え、待って、上の、あの黒いやつ。ちょっと待って、やばいやばい。この斜め、待って、一回落ち着こう。ちょっと待って、一回落ち着こう。一旦ちょっと落ち着きたくね。一回落ち着こうか。おかしいでしょ。よくないよ、この流れ。ここの場所が悪いんじゃない？でもここじゃん、今やばいの。一回移動し、やばい、ちょっと待って、一回目は本当にやめよう、ここちょっと。ねえ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 、もうよくわからん、もう。ねえ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 、そこに白い人立ってた。やばい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 。いや、なんか、ちょっと待って、行くよ、待って、行くよ。ここにこうやって立ってた。白い人。近すぎだろ。なんかもうわけわかんなくて、切れそうなんだけど、ほんとに。ほんとに。普通に離れよう、一回離れよう、マジ離れよう。池、池があるわ。てかまずさ、この構造がさ、異形だよね、うん、画面を見てる皆さんにね、説明するとね、ここですね、ここが真ん中です。じゃあ真ん中に立ちます、僕。ここが真ん中なんですよ。で、あそこに公衆電話があります。あそこら辺から俺たちは来ました。で、これをぐるーってこう一周すると、こう広場を囲むようにね、例えばあそこに十字架のお墓があったり、ここに池があったり、ここに井戸、そのここまだ回ってないから分かんない、うん、何があるかみたいな。あと石碑があったり、あとほらここに見て、あ、やばい、この白い像、やだ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 、俺やだ、檻に入ってるよね、あの像っていう、ちょっと怖すぎる像があって、ここに教会があって、はい、一周しました。こういう感じなんですよ、うん、囲まれてるよね。そうだよね、構造的に。じゃあ一番ここ危なくないか、うん、なんか危ないと思う。だから普通に本当にあれ井戸なのかな、そもそも。あの、なんかこれみたいな、行ってみる。これ井戸だ。本当に井戸か。え、お前井戸担当で戦わなかった？そうだよ、それ。え、叩いてないでしょ。叩いてないよ。え、今マジでトントンって言ってよ、こっから。もうやめよ。俺ちょっと、俺いろんなとこでめっちゃ感じんだけど。うわ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 、めちゃめちゃ怖いこと書かれてる。拷問の内容書いてある。拷問の内容っていうか。うわ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 、怖っ。左手の方にある池では。氷点下が続く真冬、池にはびっしりと氷が張り詰め、その中に裸にされたキリシタンが何度も入れられ、聖書をさまようような残酷な拷問が連日行われていました。さっきさらっと見たこの池、あ、これ実際その現場ってこと？普通にやばいよね、拷問現場ってことでしょ。こういうの見ると分かりやすく気持ち入っちゃうね、うん、だってってことは何千人も囚われてたから、ここでめちゃめちゃ集められて、お前はこの拷問を受けろとか、お前はそこ行けとか、どっかしらでいろんなことさせられてそうじゃない？なんかもうなんかあれ牢屋入ってるの、なんか柵みたいな、だからあれ拷問じゃない？いやでも上ってあれマリア像じゃない？え、もうなんだよ、なにこれ、どう、何を表してるのこれ、どういうことなんこれ。
やばい、なんかいや無理だ、めっちゃ聞こえるよな、ちょっとやめよう、無理だ、ずっと見てるの危険な気がする、ごめん、本当にここやばい、ちょっとなんか落ち着く場所行って、ちょっとなんか一旦ちょっと整理しようぜ。どうする、なんか俺あの、うん、なんか危険な、そう、あのね、そう危険なの、あの怖いとかじゃなくて危険、よくさ俺ら無理しないですって言うじゃん、危険だったらやめますみたいな、うん、なんか俺そこのラインに近くまで立ってる気がする今この時間、そう俺もねその気持ちめっちゃわかるんだけど、ただねあの教会の中は行っとかないとっていうのはある俺の中で、でも俺もね頭の中そればっかなんだよ、そうマジでヤバいってなったきっかけがあの教会だった、そうだよね、よし背中叩きましょう、俺にやってもらっていい、なんかマジでちょっと本当に気持ち悪いし足って、これはもう決め事、もうあんまり考えないんでしょ、私本当にやろうかなと思ったら叩こう、うん、そのために叩こう、うん、うん、この後一人タイムをやりたいなって思うんですけど、はい、なるほど、一人で自由にこの広場を散策すると、その様子を端っこら辺からナイトショットで定点カメラ仕掛けようかなと、なんせここ広場でそれを囲むようにいろんなものがあるんで何か映るんじゃないのかなという意味を込めまして、はい、定点を置きたいと思います、はい、一人検証が終わった後に最後の最後にその3人で教会入ってみようかなって、なんとなくさもう3人とも口にはしてないけどさ一人検証よりも教会の方が危ないなって思ってるじゃん、いや正直な、うん、だから一人検証はちょっと待って今やばくない、今やばくない、うなってたよ、うーってやつ、ちょっと落ち着いた方がいいよ、いやそれが良くないよ、ごめん無理、正直もう無理、ここ一回もう一回叩いて、マジでそのレベルか、じゃあ本当にここ無理、最後ちょっと粘って教会の中カメラ回せたらなって思います、はい、定点カメラこれです、はい、白い檻に入れられている像とそれを見守る像と、はい、教会を映しておきます、はい、一人タイムやってる間大輝がまずやるじゃん、でその間俺とリボン近くら辺にいとくから、はいはい、あんまり遠くには行かないようにするから、そう社長それお願いします、何かあったらすぐ呼んでください、はい、じゃあ大輝さんお願いします、わかりました、俺が一番気になったのがこの十字架のところですね、ここえちょっと待って俺さっき白い人みたいなこの辺じゃん、ちょっと待って、一回目本当にやめよう、ここちょっとねえ、もうよくわからんもう、ねえ今そこに白い人も立ってた、やばいめっちゃ、でも本当に一番ここが気になってるっすね、誰かが歩いてるような感じで、2番目はじゃあターボーがやっていきます、池の奥に何か、ああこういう石碑もあったんだね、拷問が行われていた現場って考えるとどうしてもちょっと意識してしまう、これあれですもんね、多分江戸時代の人で多分囚われた人ですよね、でこれマリア像、まあ見守ってますよみたいな多分を表したいんだろうねきっと、これは、うん、まあでもなかなか異様だけどな、実際拷問を受けていたであろう池というか、謎にあそこになんかあるのもちょっとやだな、あそこに座らされてたのかな、うわなんかいろいろ考えちゃうな、どうすか、ね、俺はやっぱり十字架、俺はね池、俺もね池なんだよね、じゃあ俺とリモン2人でやる、
あ、行けやってみるか。大気は十字架と。はい。じゃあ、二人の方からやるか。そうっすね。だいぶ落ち着いて撮影できるようになったね。そうだね。ちょっと、ね、まあ、落ち着、かなり落ち着いた、本当に。行けよ、背にね。暗闇タイム。はい。まあ、5分から10分間ぐらい。ちょっと黙ってね。周りの音にね、耳を傾けてみましょう。はい。このライトを消すと、もう本当に真っ暗になります。うん。じゃあ、消します。はい。じゃあ、スタートです。1分ぐらい経ちましたね。そうだね。なんか聞こえることとか、ある？いや、聞こえるはないんだけど、なんか、気配というか、ちょうどその辺だね。水辺の、ちょうどこの辺。今はなんで一人タイムやってて、ここが一番気になった。実際ここで行われてたっていうのもあるし、ああ、これ引っかかったんだよ。そう、池になぜか、ちょっと浮き島というか、スペースがあるのはなんでなんだろうと、スピリットボックス使ってみますか。あ、そうだよ。ここで、亡くなった方々の幽霊は今ここにいますか？近くに誰かいらっしゃいますか？僕らと一緒にちょっとお話ししてくれませんか？先ほどから十字架の後ろあたりで走ってる音が聞こえるんですが、子供の霊などもいますか？びっくりした。何？声出なかった。え？声出なかった。いや、だからびっくりしたね。声出すならまだしも。どうお前の質問返事したで。嘘。子供の霊？子供かどうか分かんなかったけど。はーい。マジ？俺がさ、悪い視線感じるとか言ってたじゃん、気配。あながち間違いじゃないよね、そしたらね。なんて質問したっけ？十字架の後ろで走ったりする音が聞こえましたけど、子供の霊はいますかって確か聞いた気がする。いらっしゃるんですか、そしたら。ちょっとカメラ向けますね。すいません、ちょっと電気つけますね。ここにいらっしゃいますか？裏って言ってましたよね。お子さんですかね。何か返事してください。ああ、なんもないか。はあ、怖かった。異常じゃない速さで動いてたから、マジでビビったんだけど、本当に。怖かった。はい、だけ聞こえたの。はい、聞こえた。でも、そのさ、返事の仕方的に子供っぽくね、大人がはーいなんて返事しなくね。そうだよね。そうだ、大輝と、交代しようか。もうなんか、もう十分でしょ。十字架のね、とこで、暗闇タイムやっていきたいと思います。それでは行きます。誰かいます？え、この足音何なの？聞こえる聞こえる。ちょっとスピリットボックスやっていきます。僕の近くに
霊はいますか？僕が見えた白い霊は悪い霊ですか？え？なんか言ったぞ。霊ですって言ったよな、完全に。僕が聞いてる足音はあなたですか？もしくはやばい、ちょっと待って、子供が言ってる。あなたは子供ですか？今あなたはここの椅子に座ってますか？わかりません。ちょっと待って、これマジやばい、ちょっと待って、ダメ。ちょ、ガチ来い。てみて、まあ、軽く感想言うか。まあそうだね。俺も今その話聞いてめっちゃ怖いのが、あなたは子供の霊ですかか、霊ですかって聞いた時に霊ですみたいな答えてた。答えてた、がっつり子供、霊です。子供の声。その後にも何か言ってたんだけど、そこは聞き取れなかったの、うん、でも明らか子供の声なの。あーそっち俺ら間違いじゃないよね、絶対ね。その、うん、なんか繋がってるもんね、なんかちゃんと、うん、だって池とそこ、あの十字が近いじゃん。続き合うんだよ、子供でしょ。俺らも、俺も子供だったの。鐘の音ですね。え、俺も聞こえてる。え、鐘の音。もう教会ですよ。ちょっと、あ、だから最後残ってんのか、こう無理にさ、うわーっていうテンションで行くんでもなくさ、よし行ってやるぜっていう行くんでもなくさ、純粋に失礼しますっていう、うん、もう普通に行こうよ。うん、そうだね。普通に行って中身を写してお邪魔しましたで帰りましょう。うん、いや、なんかあんまり刺激したくないしね。じゃあ行きますか。いやマジで怖い、本当に怖い。ちょマジなんか本当にやばい。しれっと怖いとかも思わないんですよ。うん、しれっとターボに先陣切らして。いやそれは無理だろ。心の中に押し込むとか、その感情は口に出しちゃダメだよ。ちょっと、あ、まあ、でもちょっと俺開けていい？開けたい。まあいいけど。テンパるね。普通にね。喋ってるらなんか言ってたよね。ポジティブな意味でね、うん、建てられた建物ですからね。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 確実だね。うん、出ようか。ちょっと待って、ね、出ようか。お邪魔しました。失礼しました。ため息したよ、中で。
本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、本当お疲れ様でした。いいですか、最初に言って。うん。はい。なんか怖かったじゃなくて、危険だったよね。結構なんかマジで、あ、やばいかもっていう感覚になったよね。いや、間違いなく背中叩くまでは、マジで危なかった、本当に。いや、本当に危なかったね。教会とかも、俺本当に怖かったもん。いや、俺も、俺はみんなそうだよ。怖がったら、本当に危ないっていうのはもうなんとなく理解してたから。まあそうだね、そこはそうだね。だから、大輝がちょっと入る前、やばいかも、怖いかもってなったじゃん。うん、そう、頼むからやめてくれっていう思いだったけど、でも気持ちもわかる。確かにもう抑えきれないよね、この怖さっていうのもわかるけど、大輝やめてよ、そこはって、本当に思った。うん、疲れと安心でなんかましてもう動けないんだよ。だからよくわからない感情になってるから、今。車の中はもう天国だもんね。うん、ねえ。レートはいくつでしょうね。いや、俺ダブル S あると思うよ。うん、SS とかじゃないかな。これはね、迷わずに SSS だったんだけどね。SS が多いから多数決で、SS で。メリーさんの家。名前からヤバそうよ。まあ、ある程度ヤバそうな雰囲気漂ってますね。うん、ですね。この家に住んでいた嫁、夫、あと子供がいました。定かではないんですけど、これは噂で。一家ザッという家でございます。はい。なんでこれが一家ザッになったかというと、はい、奥さんが旦那さんと子供をして、うん、で、自ら命も絶ったと言われております。なんでこれがメリーさんの家と言われているかというと、はい、この家の近くで羊を飼っている家がありまして、はいはい、まあ、羊イコールメリーっていう感じで、そっからメリーさんっていう名前になったと言われています。こっからの話が本当なら、うん、結構やばいんですよ、もう、うん、入るだけで不幸になると言われています。これがね、結構ね、口コミで多いんですよ。あ、そうなんだ。特に目撃されるのは少女の霊らしいですね。されてしまった娘さんだと思われます。気をつけてほしいのが、中にピアノが置いてあるんですよ、うん、はい、これ絶対に触らないでください。なんでかっていうと、カップルが肝試しに行って、うん、実際に触れてしまって、うん、精神状態おかしくなったらしいです。だから相当思い入れの強いピアノなんだろうね。だから怨念がすごいでしょ、うん、そうだろうね、うん。娘さんが使ってたのかな、だから。から触るなって。絶対触っちゃいけないみたいですね。マジか。この敷地内に結構強烈な置物があって、これは行ってから説明しましょう。予想レートは S です。一応予想レートはそこまで高くは設定しないですけど、はい。実際もっとなんか噂的には高くなりそうだなって思ってますので。そうだね。うん、じゃあ3人で頑張っていきましょう。はい。はい、入り口ですね、これが。これか。あ、マジだ。マジで竹やぶだ。竹やぶ、えぐ。ガチだ。でも電気通ってんのかね。いや、どうなんだろう、ね。これなんか電柱がそっち引っ張ってある。あ、ほんとだ。うん。あ、マジか。この家、別になんか家あるそうな感じじゃないですよね。ね、それ以外は。全然ない。あの、なんかナビで来たじゃん。うん。地図の感じももうこの辺もう一帯が林みたいになってるもんね。なんか石垣っていうか、おう、もしかしてさ、でも大体こういうのって建物あるから作るよね。そうだね、人工的だね、うん、ここだけ。あ、待って、建物っぽくないもん。嘘、マジ、もうあんの。うん、ほら、うわ、どれどれどれ、わかんねえ。うわ、ほんとだ。あ、こんな急に来んだ。うわ、寒い寒い。うわ、すごこれ。え、やばくね、これ何これ。結構でかいん。めちゃくちゃ豪邸じゃん。あ、すげえ、入り口左だ。あ、これか、玄関。うわ、すげえ。うわ、あ、マジやばいわ。入る前にね、うん、ちょっと嫌なもの見つけまして。おう、うわ、靴なんですよね。すごい大きさ的に、まあ女性または子供、まあ少女って当てはまるね。うん、まあ実際これはもしかしたら履いてた可能性がある。うん、って考えるとちょっと嫌だなっていうのはあるね。そうだよね。うん、でも俺も一個見つけたんだよね、うん、これ。うわ、これ完全じゃない。もう時代感じるよね。うん、うわ、いきます。はい。え、広くね。めっちゃ広い。でかっ。家かこれ。やばいよね、広さ普通に。ほんとだから、こんな家あるね、ここね、うん、受付みたいな感じだもんね、これね。なあ、確かに。
でも、もしこれが家だったら確かにピアノあるの納得だわ。いや、まあね。うん。何これ。なんか、うわ、何なんだこれマジで。うわ、ピアノのあるよ。ピアノの曲？ピアノ曲集。ほんとだ。ほんとにピアノなんだな、多分。好きだったんだろうね。ね。うわ、すごい、ここマジで。あれぐらい半端なくない？やば、うん、ちょっと怖、ここ。てか、思った以上にほんと広いんだけど。ね、めっちゃいい、うん、なんかもう気悪いもん。確かに。あ、ふわっつった、ふわっつった今、その辺、その辺裏らへん。待って、俺も今聞こえた。言った、うん、今絶対言ったよ、その辺。あ、もうほんと言ったよ。うん、誰かいますか。マジ、うん、絶対今で言った。まあ、構造がわかんねえからな。あ、うわ、怖っ、ちょっと待って、ちょっと無理、怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる、うわよし、うわ、怖すぎ、待って、めっちゃ怖い、怖すぎる、あ、やばい、ちょっと、ほんとにびっくりした、マジで、いった、心臓、めっちゃ、やばい、まだ言ってる、え、助け、どうして、うん、喋ってたよね。喋ってたな、今普通に。うわ、ここ、うわ、机とかいっぱいあるわ。ほんとだ、机、あ、テレビの段階もある。え、なんでこんなにテレビあるの。あ、さあ、これさあ、わ、うん、かんないけど、ホテルとかじゃない。もしかしたらなんかさ、ここ、うん、簡易的な宿泊施設だったのかもね。ね、だってホテルで、うん、を経営してる家族だとか、うん、ホテルの後そのまま一緒に3人で住んでたか。うん、確かに入り口とかあんな石の積み方豪華だもん、ね、豪華、めちゃめちゃ豪華。そうかもしれない。人形があるんだよ、人形。おぉ、びっくりした、うわ、びっくりした。あ、それか。うわ、大気にビビった。びっくりした。そうなんですよ、さっきちょっと伏せてたじゃないですか。この敷地内に結構強烈な置物があって、これは行ってから説明しましょう。この仏壇があるよっていう話。あ、仏壇の、そういうこと。当時の仏壇だけはちゃんとそのままの形でも、本当はまだこんな斜めにはなってなかったんだけど、うん、綺麗にこれだけは残ってるっていう。まあ、ちゃんとあるかな、実際に。頭にいるけど、うん、びっくりした、マジで。これやだね。うわぁ、これ人形もあるしね。うん、ほら、腕ぶっ壊されないもん。あ、ほら、もう見て。あ、ほんとだ、感じでも2回。やばい、今、はって言ったよ。ほら、腕ぶっ壊されないもん。あ、ほら、もう見て。あ、ほんとだ、感じでも2回。やばい、あ、ほら、もう見て。あ、ほんとだ、感じでも2回。やばい、あ、ほら、もう見て。あ、ほんとだ、感じでも2回。やばい、うわ、キンモ今の。え、そのなんか玄関あたりで聞こえたやつもあったじゃん。全然違う、すっごい気持ち悪かった今。ここで写真撮ってみるか。そうだね、写真。あ、まあそうだね、仏壇で。うん、ピアノも見つかってないしね。そう、ピアノは。そうだね、ピアノ見たいよな、うん、そうだよな。これ外から行かなきゃ無理だもんね。一回外出るか、うん、これじゃない。ひっくり返ってるだけ。ピアノわかるよ。これだよ、これ。え、あった？これだ、これだよ、ほら、だって、これピアノのさ、うん、蓋のとこ、原盤の。うわ、マジだ。あ、あった、あったわ。マジ触んない方がいい、ほんとに触んないで。うわ、あったじゃん。触ってない、誰もまだ今んとこ。ちょ、一旦戻ろうか、一回整理しようか、もう。やばい。ちょ、待って、居すぎ、やばい、居すぎ。そう、あれがかかってた、ちゃんと。俺見たか。
俺見えるようになったかもしれない。え、マジで？なんか仏壇に反射してなんかこっちのこう顔こう覗いて引っ込んだ。だとしたらだいぶやばいぞ。たつきがこんなのやばくない？ね。いやちょっとやだなマジで。違うと思ってるよね。違うと思いたいけどね。ちょっと俺あの常に真ん中にいるわ。あ、オッケー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 。ここだ、ここ反射じゃねえわ、俺今反射かと思ってたわ。こっからこうにるって出てスンって下がった。まあ、反射じゃないんだったらもう確率おかしいよね。最初は分かん聞いてたか分かんないけど俺気悪いって言ってたじゃん。あ、最初入った時に、うん、めっちゃ、うん、なんかもう気悪いもん。確かにこの家超歪んでる。だってここ見てみて。あ、やばいわ、めっちゃ歪んでんじゃん。バカ歪んでんだよね。ほら、ここの柱が。あ、もうアホほど歪んでる。うん、検証系いきますか。はい、そうだね、だからとりあえず仏壇、うん、ピアノあたりだよね。そう、だからもうここだよね、もうこのフロアだよね、やっぱり全部一人タイムと暗闇タイムですね。メインの部屋が一緒なんで、うん、2人でやってもらえますかね、1人ずつだけど。だからリボンと大輝がリあのリビングで検証する。なんでおかしい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 じゃん。ガチ NG だ。信用してよ。信用して。言わないよ。信用してるんだけど。俺が本当に嫌なのを信用して。たつきと誰かセットの暗闇でもいいんじゃない。そう、暗闇嫌だな。一人いるんだ。ごちゃごちゃしました。はい、ありました。はい、ありましたね。本当にいろいろ今相談多分10分以上やってます。やってます。本当にやってます。ごめんなさい。本当に僕がダダこねて本当に結構ガチで。でも本当にたつきこんな見たことない。本当にね。ガチ NG すぎて。うん。一人タイムを一人やってもらいます。はい。クレミタイムを二人で。僕と大輝で。わかりました。じゃあ俺が一人でクレミを。はい。一人で一人タイム。あ、一人ね。はい、はい。という形で。じゃあ先にちょっと一人タイムやっちゃいます。一人タイムやった方がいいね。はい。僕はちょっとピアノの方でスピリットボックスやりたいなと思います。ということでじゃあちょっとピアノまで移動しますね。一旦ちょっとカメラをもう置いて固定したんでピアノバックにちょっとスピリットボックスしたいと思います。男性の声が聞こえないんですが旦那さんは今ここにいないんでしょうか。思い入れのあるピアノが今この状況ですが悲しんでますか。うわ、男の声が初めて入った。旦那さんでしょうか。声として聞き取りづらかったんですけど、ピアノの音が入ってたりしたんで、もしかしたら、これを通して弾いてくれてたのかもしれないですね。このライトを消したらもう真っ暗です。はい、消します。うわ、やば。うわ、暗。うわぁ。一回黙ってみますか。はい。なんかめっちゃ後ろから柔らかにするわ。踏み切りみたいな音してない？してるしてるしてる、してるよね、してるしてる。こいつ揺れてないよね。え、待って、揺れてない？なんか揺れてない？いや、こっちも揺れてるけど、なんか揺れてるわ。錯覚じゃないよね、これ。揺れてるよね。揺れてる揺れてる。もう影が揺れてるもん、これの、うん、本当だ、揺れてる揺れてる、うん、なんでなんでなんで。これ静かにしてるか分かると思うんですけど、うん、マジ風ないのよ。な、一切ない一切ない。提灯みたいに垂れ下がってるやつがめっちゃ揺れてる。え、めちゃめちゃ揺れてるよね。うん、ここでな、普通にね、生で見ると普通に揺れてるよね。うん、揺れてる。続いてこのピアノですね。はい、これじゃあこちらもライトを消して始めたいと思います。はい。
今の傘はやばくない？今やばいな。今のはやばいよ。今のはやばい。めっちゃ近くから足音したの。うん、え、今さ、ポンと音じゃなかった？あの、このピアノの下？下です。分かんなかった、分かんなかった。外から外から。マジ？それではちょっとスピリットボックスやっていきます。はい。たつきが見た黒い影は近くにいますか？あなたが旦那さんですか？僕らとお話ししませんか？待って、ちょっと待って。うん。今聞いた？何？そっちで、ふーんって言ったよ。マジ？向こう側行った？マジで？え、ちょっと待って、本当に今やばかった。ちょっかけてみ、追っかけてみます。マジもう絶対やばい、絶対取った、絶対100取った。え、今やばいな、なんかしたな。今こっちに絶対移動したよ。まあそっちに廊下繋がってるよ。そうだよな。うん、遊んでんのかね。多分遊んでる、遊んでる、霊が遊んでると思う。うわ、あの、叫んでない？ちょっと叫んでる。口笛か叫んでるか、どっちか。あっきり。うん。叫んでたよね。なんか。あ、あ、いや、仏壇なんかが動いた、今。だよね、絶対仏壇だったよな。今なんか動いたぞ、仏壇で。なんか、暗闇とか関係ねえ気がする。また今、今、なんか、今なんか落ちた、なんか落ちた。なんで急にこんな多くなった現象？なんかさ、一個に気づくとすげえ気づくんだよ。うん。ガチで NG だった。ちょっと現実逃避をしたかった、あの時。そっからだもんね、もう今まで見たことがいた月がずっともうね。うん、そうだよね、うん、なんかここのスポットの恐ろしいところは、うん、不幸になるっていう、ね、あ、そうだ、こっからだよね。うん、もしかしたら上がらないことが一番いいけど、うん、もしかしたら後日不幸なことが起こりましたっていう体で特別編が出ちゃうかもしれないから、あり得るかもしれないですけど、ないことを祈って、うん、はい、ここは終わりたいと思います。はい、俺の意見で言ったらさ、うん、SS とかかな。まあ俺は S ですね。俺も S だから、まあでも、じゃあまあ S です。うん、ダムか。ダムやばいね。このダムは特にやばいっす。今山口県に来てるんですけど、はい、ナンバーワンらしいです。うわ、山口県ナンバーワン、ナンバーワンらしいですよ。もともとこのダムって墓地だったんですよ。はい、その墓地をダムを作ることによって、あの、埋めちゃったんですよね。はいはいはい。それによって水面上に幽霊が立っていたり、老婆が
現れたりっていう噂があります。もともとそこに眠っていた人たちが起こされちゃったみたいな感じか。まあそういうことになるだろうね。だから怒りとかもあるだろうね。そうだね。それだけじゃなくて、ダムの橋を越えると、サバ川トンネルっていう場所があります。かなりやばいっす。あ、そんなに？ちょ、ビビりますよ。トンネルを作る上で、5人の作業員がなってしまったんですよ。このダムの入り口付近にその5人の慰霊碑が飾ってあります。嘘だろって思うんだけど、トンネル付近に霊が手招きしてくるんですって。誘ってるってことか。こうやってやってるってこと。こうやってやってるんですよ。もうこうやってやってるって断定します。なんでかっていうと、これがテレビで流れたんですよ。一般の方が撮影したのをテレビに投稿して、その映像が流れてて、実際こんな感じでやってます。注意していただきたいのが、この手招きされても、絶対についていかないでください。まあまあ、いいことはないよね。でも実際された人ってなんか気狂ったりとかして行っちゃうんですって。ああ、なるほど。そう、中にはいて、その方ダムに引きずり落とされてます。エグエピソードやばすぎだ。だからやばいんですよ。だからダムとトンネルのダブルパンチでしょ。そうだね。ダムの橋を越えてその先にトンネルがあるので、でこのトンネルの特徴としては素彫りです。出たあのね、はい、もう明らかな素彫りらしいです。予想レートはここは SS にしておきましょう。はい。実際ね、こんな手招きなんてあったらもうただごとじゃないんで。いや、まあ、それ取れたらマジで多分やばいと思う。もちろん、ここでは一人タイムだったり、暗闇もやるので、はい、本当に助け合いながら頑張っていきましょう。わかりました。これ？これだ。あ、これだ。ノリの名前書いてあるわ。あ、本当だ。ちゃんと。書いてあるわ。ここにちゃんとなんかお供えするところが、細いね、このダム。そうだね。なんかでっかい通、なんかでも俺ダム来るの初めて。車両は通らなそうだね。うわ、雰囲気やば。先見えねえわ、全然。一応明かりあるけど、ダムの橋には軽いなんか照明とかあるけど、周りは何もないからね。ね、私もすぐ飛び降りるよね、これね。飛び降りたって話は一応ないんだ。あ、ないんだ。あれトンネルじゃない？うわ、見えてる。見えてきてるよ、トンネル。うわ、怖っ。正面ないのか。はい。まだここは環境的。あ、これだ。やばいな、今やばかったな、今。いや、やばかったよな。正面ないのか。はい。まだここは正面ないのか。はい。まだここは正面ないのか。まだここは ですよ。結構いかつかったぜ。え、いかつかったよ。俺気味だった。マジ、ですよ。後ろで。嘘。そんな。今のやばかったよな。さあ、二人とも止まってください。はい。実は、はい、手招きしてたその映像、はい、ここなんですよ。マジ？え、ここ？ここ、この辺。マジ？うん。トンネルの手前なんだよ。あ、じゃあほんとこの辺だ。そう。うわ、いや、一気に寒気してきた。いや、マジで怖いんだけど。気持ち悪くね？え、めっちゃ重い。だ、奥なんか揺れてない？なんか奥、え？はっきり見えないけど。揺れてる？どこがこ、なんか揺れてるように見えるんだよ。わかんねえ。今も？いや、今わかん、今ない、今ない。ちょうど俺が揺れてるって時。じゃあ入りますか。行きましょう。うわ、めっちゃ手彫りだわ。電気もバラバラだもんね。いやもうこの高さ手彫りですやってるんで、マジでやばいと思う。本当に。なんか洞窟だもんな。洞窟、洞窟。トンネルってやる洞窟。うん。あ、めっちゃ分かるよ。横見ちゃうの。めっちゃ分かる。めっちゃ分かる。何これ、ちょっと低いし、なんか今なんか、今なんか行ったよね、今男だよね、行ったよね。ガチに俺分かんない、俺横目で完全に影見えた今。いや完全に俺がここでこう撮ってて、ちょっとこう見たら黒いのスッてこっちに消えてってんだよ。マジマジ奥なんか揺れてない、はっきり見えない。
えないけど揺れてる。だからマジ本当にびっくりして今。ちょうどだから俺が奥から見えてふらふらしてるのも多分ちょうどその曲がり角ぐらいだったよ。ああちょうど見える。そう。もうやばいってもう本当に普通にやばい。ちょっと一回ズームしていいですか。めっちゃ人間の声って普通に人間マジでやばい。え、マジでやばい。もう絶対言うんですか。誰かいますか。ここも結局なんだかわかんないでしょ。途中で荷物を送ってきた。あ、なんか、あ、何これ、なんか通れないよ、乗ってる。危ないから入っておきません。もうそれはそれ、やばい、現地作ったのか、うん、っていうかさ、こっちに引きずり込まれた。やばいっしょ、これ。これちょっと写真撮ろう。あ、俺も思った。そうだね、うん。黙って、あ、そうだね、黙ってよかった。うん、確かに継承して黙ろうか。よし、静かにしてみて分かった。俺もなんか複数人じゃないけどなんかザーザーしてるわ。うん、うわ、怖、マジで。オーロは一人で行きましょうか、誰か。うわ、まずは大輝が、はい、トンネルも抜けてダムを抜け切ってもらいます。はい、俺がダム周辺で一人タイムやります。リボンはトンネルで。まあそうだね、そうなるね、うん、トンネル、ダム、一人でオーロ、はい、という形でやっていきたいと思います。はい、それでは一人で入り口まで向かいたいと思います。ちょ、本当にさっきからめっちゃ声してんだよね。待って、今完全にパーでこうやってやられた。え、ちょっと待って、ここマジやばいじゃん。はい、ということで今、入り口の着いたんで、いや、背中痛いわ、やばい。トンネル本当にやばかったから、ちょっとダムをギリギリ締めてやってきて。待って、今白いの取ったの。今ちょっと待って、今ここに白いの見えた。え、ここマジ怖い。え、ちょ、待って、めっちゃ落とす。マジ逃げ。普通にやばい、ま、本当にもう無理。え、ちょ、マジ無理。ちょ、本当に逃げます。無理っす、ここ。本当にやばい。ガチ無理。手招きしてた場所、この辺ですね。着いたんですけど、トンネルと近すぎるんだよね。ここを背景にしていろんな検証を行っていきたいと思います。ちなみに今ここに顔認証あります。顔に見えるようなものないんだけど、ね、この場で数分間黙ってみます。女性の笑い声聞こえたぞ。スピリットボックスで検証していきたいと思います。いつもここにいらっしゃるんですか。僕のことを見えてますか。
なんか喋ってる気すんな。トンネルの中とダムを比べるとやっぱダムなんもないんですよね。今こっち後ろがダムです。本当に今トンネル入って1メートルぐらいのところにカメラ設置してます。こっち背もたれにして背を向けて同じように今パッて通んなかったかな。でもやっぱここに顔認証ある。同じ場所だ。てかなんであの顔認証あそこ映ってるじゃないですか。これ俺がさっきいた場所なんですよ。手招きしてる人が実際にいたって場所ばっかなんかさっきは顔認証つくんですよ。なんでだこれ。仮に模様だとして間違えてなんか認証しちゃってるとしてももう斜めなんで、てかほぼもう垂直に近いんで模様の間違いようがないんですよね。ちょっとそれもなんか動いてる動いて歩いた今こっちから今こう動いた。あ動いた今こう動いたまた戻った。先ほどから近くで見てますか。カメラに映りたいんですか。このぐらいのちっちゃい四角だったじゃないですか。まあ見たと思うんですけど今ほぼ半画面でっかくなりました。顔認証てか今ない顔認証は。うわ今一瞬クソでかくなったな。え近いってことか。僕はトンネルの真ん中、あとはあの脇見それたとこですね。でちょっと一人タイムとかをちょっとやりたいなと思います。一回カメラを固定にしてちょっと一回静かに待ってみたいと思います。これからあの脇道の方でまた別で一人タイムをやりたいと思います。そっちの方が怖いんだよな。でもこちらですね。ちょっと進んでいきましょう。マジで狭いんだよなここ。ここでドン突きという感じですね。ここで暗闇タイムを実施したいと思います。もしかしたらこの柵の向こう何か映るかもしれませんので、皆さんあの見逃さないようにご覧になってください。ここから明かりを消して暗闇タイムをやりたいと思います。一旦静かにして様子を伺いたいと思います。
歩いてる音しない。誰かいますか。やっと声かけたら絶対誰か歩いてるぞ。誰かいますか。あ、ちょっとごめんなさい、始まってすぐなんですけど、もうスピードやります。水の上を歩く音が聞こえたんですが、誰かいらっしゃいませんか。今この周りに誰かいらっしゃいますか。いたら返事をしてください。お願いします。ダメだ、俺無理だ、帰りますね。無理だ、帰ります。無理だ、ちょっと怖すぎる、ちょっとごめんなさい。お疲れ様でした。よっしゃ。お疲れ様でした。まあどっから話すか、まずは全体か、うん、まあおさらいというかね。そうですね、うん、俺正直ダム何も思わなくて、うん、怖いなとかもないし、手招きしたところでカメラを置いて黙ってて、はい、したらなんか女性の話を聞こえて、うん、顔認証さ、うん、みんなの顔で認証されてるじゃん、うん、俺の右側でずっと認証してて、これが手招きしてる人のその映像で実際撮られられてた場所なので、ね、壁の模様でなんか勘違いしてんだろうなって思ってて、まあほっといたの。何も起こんないから背中に橋向けてやったの、うん、したら角度全然違うのに顔認証してた場所またなんか認証してんの。え？わざわざ変えたのに。そう。で、模様だったらさ、正面が顔っぽかったら映っちゃうのわかるけど、うん、もうこれが斜めなわけじゃん。うん、これでも認証するのね、なんか知んないけど。これなんだろうなと思って。うん、でも、普通にスピードボックスやり出したのよ。うん、さ、一瞬、画面の3分の1覆うぐらい、うん、縦長の長方形が俺の前側にボンってきたの、急に。やばくない？マジ？だからここにちっちゃいのがあって、急にボンって横に来たの。はい、で、そっから顔認証もうここ全く映んなくなって。普通の人がそこまで顔出てたら逆に多分認証されないよね。うん、そうだよね。うん、要するにこういうことでしょ。多分そうなの、うん。体は認証されないじゃん。うん、されない、されない。そう、だから、ね、多分顔相当近いの。これで手招きしてる人なんて映っててみ。やばい。いや、それがマジで怖いよな。まあでも、俺らはそれに反応もしてないし、うん、それに、導かれてないんで、大丈夫だったんで。サバ川ダム、そしてサバ川トンネル。はい。レート。SS すかね。いや、もう SS でいいと思います。まあもう予想通りじゃないですか。うん、予想通りだね。普通にやばかったです。岩殿観音という場所ですね。奈良時代に作られたお寺と由緒正しき場所だということなんですが、駐車場からお寺に向かう歩行者用のトンネルに幽霊が出ると言われている。岩殿山合戦っていう戦争があったみたいです。霊場って歌ってる場所らしい。戦場だったっていう背景から目撃情報体験談がちらほらあると。予想レート S。 まあそうだね、 S ぐらいですね、うん、今のところの。結構広いみたいな、うん、いろいろ見て探索していきたいと思います。行きましょう。坂東十番霊場岩殿館ってことですかね。霊場ってそもそも何すんだろうね。なんだろうね霊場ってね、うん、
普通に考えて霊場なんてものが存在してるのがもう神秘だよね。まあそうだよね。ね、うん、世間的には霊を認めない風潮なのに、絶対に霊を認めている場所が普通に認められて存在しているという。まあそうだよね。目の前が一旦そのね、第一ポイントですね。そうですね。トンネルです。すごいなんか傾斜があるね。まあそうだ、どんどん下っていってる感じ、うん。うん。みんなには普通に映ってるけど、これめっちゃ坂です。あ、まあこうしたらわかるか。結構こういう風に下っています。でも結構もうやばいってことで、どんどん下に、ね、下に行こうとするから。さあトンネル終わりまして、もう通り終わりました。まあ短いし何もないですね。まあさすがに何も感じなかった。はい、うわでかっ、でかくね、めちゃめちゃでかいね。めっちゃしっかりしてんね。うわこれは相当見るもんあんな。一旦じゃあ着きましたんで、はい、探索していきたいと思います。はい、行こう。すげえなんか歴史感じるな、ね、めちゃくちゃ伝統って感じだね。うん、ここにもなんか建物があります。見えるけどなんか祠みたいのがあるだけですね。祭りの時とかにここから開けてなんかやるのかね。そしたら、え、嘘でしょ。嘘でしょ。なんか聞こえてる。え、なんで聞こえないの。いや、俺もなんか聞こえたよ。みたいなやつでしょ。そうめっちゃ取り当たったよ今。いや今ふざけるふりにこうやって行こうとしたタイミングになったから。いや、そう めっちゃびっくりした今。よくそんな冷静でいられたね。こう見るとなんか圧倒されるな。あ、なんかお地蔵さん。ほんとお地蔵さんだ。びっくりした。びっくりしたな。なんで。失礼します。失礼します。いや、なんかすごいな、なんかマジでインパクトが、尋常じゃねえ。そしてここにお地蔵さんがいると。見てますよみたいな。なんか片方だけなんだね。ね、こういうのって左右対称的なイメージあるけど、こっちはないもんね。こっちはないんだ。こんなにでもなんかこういうステッカーみたいなある神社初めて見たな。すごい、真上も多すぎる。なんかくぼみがある。全部墓？地蔵だね。地蔵か。うわ、ぎっしりあるね。すごいな。全地蔵らしいです。写真とかある。大正とかそういう次元、うん、だよね。こっちに関しては、明らか落としたの。そうね、パキパキってね。うん、てか何これ、なんだ。人形がもともとここにあったんじゃないの。顔から下全部取れてこうなって こんなんなっちゃっていいの。縁起良くないよね。確実に良くはないだろうな、これを放置して。こっちがお賽銭かな。まあそうだね、賽銭箱もあるし、うん、まあ、特に変わったこともない。まあ人感が光った。いや、まずいだろ。いや、待って待って。うわ、今のやばかった。今のはちょっとまずいな。うわ、ちょっと、いや、待ってよ。来てた今。一旦外れようか。そうだね、一旦ちょっと。うわー、手作ったね。着くところに行かせてもろて。何が起きたかというと、入ってんじゃねえかなぐらいの感じですけど、普通に泣き声。そうだね。子供、赤ちゃん。赤ちゃんだね。赤子の声結構するよね。うん、多い、ここ。とんでもない細道を発見して、これを進んでおります。探索の方は終わりましたんで、ここから一人タイム、暗闇タイム、スピリットボックスやっていきたいと思います。寺前で僕が一人タイム、暗闇か、うん、暗闇とスピリットボックスやります。タブはもう好きに任せます。そうだね、なんか一見なんか秘境みたいな道があったから、ちょっとそこ進んでみようかな。さっきこっち進んで何もなくて、でこっちも進んだんだけど、途中で
切り返してきたんで、そこのところ奥行って何かあるか見ていきますか。よいしょ。うわ、なんもねえな。うわ、マジか、きつ。今も寺のこのここに着いたんですけど、第12弾ちょっと僕、俺がたまたま行ってるチームの取れ高があまりにもなすぎて、中国地方編僕3日間みんな一緒に行ってたのに1本しか動画に出れてないという、大変取れ高に飢えている状態です。かといってね、変に誇張したりやらせとかもやらないので、そのまま撮れ高がなかったらね、シンプルに動画がボツになって映らなくなるっていう悲しい現実があるんですけれども、やっぱ一人になった瞬間に怖くはなるんですけど、空気がやっぱまだ全然重くないっていうか、そんなにやばい場所じゃないだろうなっていう、やっぱいいパワーもすごいお寺なんであるんだろうなっていう感じがすごいしてて、あんまり今のところは怖くないんですけど。待って、だよね、空気変わりました。物音がなくなったっていうか、環境音っていうか風の音とか、え、待って、マジやばいよ。ちょっと急いで戻ってきてもらっていい？OK。 うん、寺ら辺にいる正義に戻ってくるように言われたんだけど、何かあったのかな。あ、びっくりした。いた。やばいっす。どうした？やばい。ちょっと、普通にクライムタイムしてていつもより全く怖くないんですよと話したら、でも自分に違和感を感じるぐらいもうなんかテンション高いっていうか、なんとなくそんなこと思ってたらピタッて風やんで、環境音みたいなのが一切なくなって、うん、あるタイミングで完全にやべえわってなった。それを今から言うんだけど、うん、左の方見てたわけよ。何だったのかなと思ったら、うん、行くよ、うん、これ人感センサーで光つくよ、うん、ピタッてやるタイミングでこれ光ってたの。あ、本当、うん、そういうこと。完全に光ってたの。普通に光ってるから最初から光ってるもんだと思って違和感がなかった。はい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 、若干違和感があるぐらいだった、うんうん、で、ずっと見てたらこれパッて消えて、うん、その瞬間にあ、やべえわこれってなって、はい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 、誰かがここに通過してたんで。そうだよね、カメラが何かをこう捉えるようなものがここを通ったってこと。うんうんうん、ちょうどそのタイミングにピッタッて音やんで、いや、やばいでしょと思って。光り続けてたからずっとここにいたってことなのかな。確かにそういうことなんだ。確かにずっと光ってたんだよ多分。え、じゃあ消えた瞬間正義のとこ瞬間に違和感が半端なかったからずっとこうだったんだよね。はい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 、うん、うわ、想像するとやべえな。で、急に音なくなったようなタイミングでちょっとしたら、うん、こう、はけてこのライトが消える。うん、そういうことよね。これスピリットボックスやっていこうと思います。うわ、ちょっとこれはそう、やばいけど、ここにどなたかいるんだったらそのままこれを通してお話ししてください。先ほどこの建物の前に誰か立ってましたか？誰かいました？僕らがここに来る前、ここに誰かいましたか？写真撮ってみてよ。そうだね。最後になりますが、ここが気になってしょうがないんで、一旦ここ
に定点置いた上でもう一回同じとこで僕が一人タイム、暗闇タイムをやろうと思います。ちょっとまあ離れてもらって、うん、やっていきたいと思います。では電気消して真っ暗にします。電気つけついた瞬間にもう僕手を挙げるんで、そしたらもう次はその瞬間カメラにあそこを収められるという形になっております。消します。消えました。100箇所以上は多分ザラに僕ら出張シリーズであの心霊スポット回ってるんですけど、やばいところのポイントとして空気感がバクッガッて急に180度変わるようなところってあるんですけど、そういうところはマジで危ないんで、その部分においてはもうこの場所もめちゃめちゃマッチしてます。電気つかねえな。音が聞こえます。何度も何度も聞こえてます。ホラーの映画とかで聞くあのきしむドアの音です。大丈夫か。ライトもつかないのでライト回収して終わりたいと思います。一応そこに行くまでもカメラ回しておきたいと思います。おかえりなさい。なんかさ、きしむ音してるよね。きしむ音はね、俺もずっとそこで座ってましたんだけど、うん、聞こえてきた。聞こえてたよ。ああ、聞かなかったね。そうだね、うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入り混じっていると言いますか。まあそうだね。危険な感じはなかったもんな。うん、危険はあんまないかった。うん。ただ霊はいるんだろうなっていう意味で不思議な場所。俺らの見えないところでこそこそ霊が見てた感じはあったな。まあそんな感じはあったね。後ろから。ただなんかその悪さっていうよりは好奇心ねみたいなね。好きになるから見に行こうぐらいの感じでしかないっていう。そうだね。霊とは。ええ、うん、妥当だと思います。妥当っすね。ホテル S。 おー、ホテルか。ホテル結構やばいっす。ええー、現実でなんかもうホームレスの遺体が見つかってるみたいです。見つかっちゃってんだ。見てるうちに見つけてしまうと。建物が3つ4つあるみたいな廃墟が、はい、うん、はい、まあ、その3つ4つ探索してここだろうなっていうところがあったらそこでいろいろ検証したいと思います。はい、はい、最終箇所なんでこの前やった高齢術の4枚合わせ鏡をここでもやっていただきます。やばいでしょ。ガチ危険。うそでしょ。マジ。やっぱ取れ高に植えるっていうことはもうこういうことですよ。いや、植えてんな。植えてんな、マジで。
が飢えてるってよりはもう視聴者がもう足りないよっていう感じがちょっとビンビンに来てる。なるほどなるほど、そうなってるわけですね。そうなんだ。予想レートは SS ですかね。おー、高い。なるほど、行きましょう。よーし、行きましょう。何頭もあるみたいなんで、はい、もう半分に分かれていただきます。なるほど、はい、じゃあ俺とターボは右のエリア、はい、3人は左のエリアで、はい、お願いします。はい、行きましょう。うわぁ、えぐいな。すげぇな、この見た目。やばいね、草が生え散らかしてて、どこも開けらんなくね。うわ、マジか。うわ、これなんか入るのに勇気いるな。ボロッボロやな。あ、床も抜けるな、これ危ないぞ。あ、結構脆い感じ。これやばい、朽ちてるね。非常に朽ちてるね。朽ち果ててるわ。ここは人が住んでた形跡はないよね。まあそうだね、うん、洗面所っすね。お風呂場もあります。さすがにここでなってるような感じではないですね、うん、いや、ここはもう入れないね。あー、さすがに不可能だね。廃材って書いてある。あー、ドラム缶になんか木とか入れまくってんのかな、これ。そうだね、これドラム缶だね。あー、てかもう室内が全部木だらけだ ね、なんか異様だね。室内まで全部入っちゃって。どこなんだろうね、その現場は。事務所はありえないから、それ以外のね、なんか、うん、まあ、2番目のとこ行ってないから行ってみましょうか。そうだね。この枠なんだ、なんだこれ。これロープみたいなの垂れてて、ここ感半端なくね。そうだね、ここだけ生活してました感すごくない。うん、異様すぎん、この光景。これもうこのガードがなんかもう入るなって言ってるみたいな、ね、見た目してるよね。完全にラブホのベッドって感じっすよね。ここなら生活できそうだぞ。ねえ、枕もあって毛布もあってさ。うわー、なんか気持ち悪い、マジで。なんかこの場所にいたくないっていう感覚がすごいあるな。小説がありますね。ここに小説があるってことは、割とここで暇潰してたんじゃないの。わざわざこのホテルが潰れるときに小説だけ残るっていうのも考えにくいし、ここにいたんじゃないの。ここで写真撮るね。ここだけ綺麗に開いてんのよ。めちゃくちゃ綺麗だね。で、中見たらめっちゃ気持ち悪いもんあって。行きますよ。はい。もう完全に床抜けてるの。本当だ。意味わかんなすぎるものがある。ベッドなのか？でもこんな、これはわかるけど、これ何っていう。こんなでかいベッド見たことない。なんか。一見ベッドだと思えないよね、うん、結構俺がさっきあの木の枝かいくぐって入った部屋リアルだけどね、うん、ここはさ結構床とか抜けまくるってさ、正直住みにくいっちゃ住みにくいじゃん、うん、木の枝ありまくって入りにくいけど割と生活はしやすいんだよね、うん、毛布と枕もあったんだよね、この部屋。え、これやんじゃん。そう、結構リアルなのよ。だからお前の感覚が変なだけで、もう十中八九したらここやん。そう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 、そんなんどこにもないもん。他にもないからね、うん、謎に小説もあるし。ああ、そっかそっか、そもそも小説がおかしいのか。そう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 、生活をしてたってことだよね。うん、適当になんかそこら辺の若い人が入いたずらで入ったとしても小説なんて置いてかないでしょ。うん、ドア開いてるわ、うん、うわ
っがっつり開いてるね。感じやばい。うわすごいねこれ。うわ匂いは。うわすごっ。うわすごっ。え聞こえた？すごっ。聞こえたよ、言った。何何つった？え、うーんって。あー、同じ音だな。え、絶対今言ってたよ。言った。え、でも聞こえた？いや、俺聞こえてない。俺ちょっと入り口入る中だもん。聞こえた。あ、そう、そう、確か中か。まずは、正面ですね。はい、はい、正面洗面台と、うん、おー、すごいな、もう鏡とかはないんだな。外れたのかな。そうだね、うん、まあ、モロコせもう洗面…そうだね、鏡あったらあったらめっちゃ怖いけどな、うん、そうだよね。やたら鏡が多い。え、あの正面のやつ鏡でしょ。本当だ。で、こっちにも割れた鏡。え、え、あ、結構足場やばい感じか。床抜けてんだよね。あー、なるほど。お弁当のゴミが散乱してる。はい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 。パンとか。まあ、もともとだからホームレスが住んでたってことじゃん。うん。だからまあここで飲み食いとかしたでしょ、多分。この部屋の可能性ですらあり得る、ね、あり得るあり得る。こんな散らかることないもんだって。うわ、中も全部ひっくり返されてる、ここ。うわ、ほんとだ。ベッドとか。え、でもさ、うん、さっきと比べてみん、これ全部クロスとかも綺麗に残ってるよ。ほんとだ。あ、もう全然違えじゃん、ここ。ね、天井別に抜かれてないもんね。うん、これ、住めるもんね、雨防げるもんね、雨、うん、全然散乱しなくない、弁当とか。だからもうあの家ゴミ箱にしてたのかもな。かね。うん、でも普通に、うん、あの心理的にさ、うん、一番遠いところを住まいにしようと思わない？確かに、それは思うわ。これここの2棟一番奥だからね。ほんとだ。ああ、なんほぼなんもないな。嘘。あ、怖い、びっくりした。結構床が緩い。下ちょっとなんか布っぽい感じだよね、ここ。なんか、だから多分と床材っていうか、なんかその板がない状態。はい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 。でもちょっと気をつけないと床抜けそう。あ、確かに緩いね、ほんとに。匂いもあんましないね。確かに嫌な匂いとかも全然ない。うん、でも逆にこれ、それめちゃくちゃ不自然な部分が多いけど。そうだよ、ね、うん、え、何もないじゃん、これ。本当に何もない、うん、何もないですよ。え、めっちゃ不自然だと思うけど。おかしいよね、逆にね。え、だってさ、普通に考えてさ、うん、部屋があったとするじゃん、ここにね、うん、ベッドとかって、うん、はいはい、そういうのって多分処理するよね。するするする。処理された後とかなんじゃない？だって何も残ってないって、逆に変じゃない？変、変。それかホームレスが来たんだったら、ここは根城にしてないけど、物だけ持ってったとか。どっかに、うん、どっかの部屋に。あのね、あのね、ベッド見てないでしょ、まだ。うん、普通にベッド一人で持てるあれじゃないよ。ああ、そういうんじゃないんだ。セミぐらいあるからね。俺はここな気がしてる。だって不自然さが。だ、変じゃん。気がしてるの。スパレース。カウボーグが見つけた部屋がちょっと怪しいみたいですね。こっちもなんか逆に説の怪しさがある。逆に？え、違うの？めっちゃ綺麗で。そう。ただ家具とか全部ないの。仮にそのベッドで寝てて鳴ったなら、ああ、ね、なるほどね。はい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 。ああ、確かに確かに。あ、それで怪しいってこと。そう、怪しい。めちゃくちゃ怪しい。あそこ何人かいたんだろうね、一人じゃなくて。もしかしたら。ああ、まあ確かにね。一人なんか変ないね、全然ね。ということで最後のシーンとなりますので、また一斉の一人タイムが待っています。まずっていうレベルでね、やるレベルではないですけど、まずやりましょうか。なるほど、まずやっちゃうか。最後は合わせ鏡が待ってますので。はいはいはい。ということで頑張りましょう。はいはい。ということで僕は紫のベッドがあった部屋です。こちらで、暗闇タイムやっていきたいと思います。一旦消してみてます。逆に何も見えないんだよ。
みんなから見たら何ともないような感じに見えると思うんですけど、マジで怖いですからね。時々不可解な音っていうか、なんか聞くことない、聞いたことない、なんか謎の音みたいな、機械音みたいな音します。特に目立った現象はありませんでした。怖いのはなんか暗いから怖いって感じで、なんか物音がします。自分じゃない足音みたいな、枯れ葉を踏んでる音がします。何話したか忘れちゃった。あ、やばい感じがゼロです。だからなんかそういう霊の怖さじゃなくて、暗いから怖がってるだけかなっていう感じで、悪い感じはこの部屋は全くないです。一番奥のやたら綺麗な部屋、ここで一人タイムとスピリットボックスで検証していきたいと思います。俺やっぱここおかしいと思うんだよな。何回も説明してるけど、こんなに物がないことあるかな。部屋の角に来ました。まだちょっと黙ってたいと思います。うわっ、お足音したよ。いるいるいる、絶対いる。ほらほら、いや、そこめっちゃ足音鳴ってんだよな。ちょっと終わったら見せます。そこスピリットボックスを試してみたいと思います。あなたが住んでいたのはこの部屋ですか？大女性だな。今この辺り歩いてますか？今僕のことは見えてますか？一回女の方が何か言ったぐらいで、特にないですね。ほら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 、いるよ絶対。今のカサカサはやばくない？今のカサカサはもうダメじゃない？だいぶ近く歩いてね。待って、こんな綺麗に丸く開ける？これなんか道具使わないとこの丸って難しいんじゃないの？ほら、なんかガラスの表面が綺麗だな。綺麗にくり抜いた感じ。え？これを開けるためにじゃね？住んでたでしょ、じゃあ。いや、俺ここだと思うわ、マジで。こっちが鏡とかあって、ちょっとさっき奥でね声聞こえたんで、この辺で暗闇タイムやっていきたいと思います。はい、それだね。奥にちょっとベッドあるんで、この価格で一人タイム、暗闇タイムやっていきたいと思います。ん？え？え？ねえって言わなかった？今誰か。ねえって言わなかった？今誰か。え？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 ねえって言わなかった？今誰か。ねえって言わなかった？今誰か。
これからクライムタイムやっていきます。僕がいるのは正義とターボが回った事務所みたいなところですね。こちらの方でクライムタイムやっていきたいと思います。ということで電気を今から消してスタートです。いきます。ということで何か現象があるかもしれないので一旦静かにしてやっていきます。ここじゃないんだけど外から男の声聞こえた気するの。一旦ちょっと語りかけてみようかなと思います。こちらに誰か今いらっしゃいますか？先ほど男の声が外から聞こえたんですが、亡くなったホームレスの方ですかね。やっぱなんか騒がしいの外な気がするんだよな。特にちょっと奥の方、僕とタツキと大輝が最後に行ったとことか、ターボが小説があったって言ってた場所らへんぐらいから声がするような気がするんですよね。やっぱこっちじゃないんですよね。さっきの一番生活感があるんじゃないかっていう部屋にね、再び来ております。電気つけてるんで割と明るいんですけど、これを消したら本当に真っ暗になります。ちょっとなんか知んないけどすごい怖いですね。これっていう現象は起きてないんですけど、なんかすごい電気消すのめっちゃ嫌ですね。消します。あー怖い怖い。1分ぐらいかな、まあ、大体そんぐらい待ったと思うんですけど、特にね声とか足音とかそういうのは聞こえてこないんですけど、なんかすっごい後ろから見られてる気がします。さっきは気づけなかったんですけど、ちょっと今気づいたものがあるんでそれを見せますわ。すいません、電気ちょっとつけさせてもらいます。でも電気つけるの申し訳ないな。ナイトショットなんで暗闇でも見えるんで、ちょっと一旦暗闇のまま見せたいもん見せますね。これがその毛布なんだけど、ああでもやっぱ暗闇のままじゃ分かんねえな。ありがとう、つけますね。すいません、一旦つけます。さあ眩しいよね。すいません。毛布が黒くてなんか焦げてんのかなと思って、でも土の可能性もあるなと思って、最初はあんまり気にも留めなかったけど、ここにライターがあるんだよね。何のために毛布壊せたんだろう。じゃあちょっとこの辺でスピリットボックスやっていきたいと思います。ここに誰かいらっしゃいますか？この場所について知ってることはありますか？反応はないけどいると思うんですよね。僕がいると思う方向に写真を撮って帰ります。どうだったでしょうか？
どうだでしょうか、ね、僕は基本何もなかったです。まあ俺も何もなかったっすね、うんうん、嫌な感じもないし大気もないんじゃないのこの感じで。いや俺はねあるんだ。俺ちょっとあったんだけどベッドがあるのよ僕の部屋に、うん、ベッドの方からねえって声かけられた。この3名はねもうどうでもいいと思うんですけれどいやでも割と俺もどうでもいいかな、あ逆に、うん、いやなんか、うん、惜しかったんだよね。惜しかった惜しい惜しいって惜しいどうだ大丈夫。いやなんか惜しかったんだよなんかやばい言ってることやばいよ。お前顔やばいよやばいぞ。最初行った時には気づかなくて、うん、2回目クライムタイムするためにもう1回行ったじゃん、うん、気づかなかったものがあったのよ、はいはい、でそれ見せたくて電気つけちゃったのよ、うん、ああなるほど。あせっかく寄ってきてくれたのに離れていっちゃったっちょっとこいつ大丈夫正常いや俺は正常でしょ。正常じゃないでしょ、だってせっかくさ、うん、クライムタイム検証してるわけじゃん、うん、あ、だから取れ高に浮いてる結果。いや、違う、取れ高とかじゃないね、これは。そう、もう見えてる人の発言。そう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 、ね、いや、もう見えなかった。来てるから、うん、もったいないよみたいなこと言ってる、うん、芸能者とかと同じような感覚になっちゃった。いや、もう何も見えなかった。だからちょっと悔しいなっていう感覚です。悔しいとかなら分かるけど、惜しいって意味だわ。惜しいの感覚にならないんだよ、うん、俺、その触れる前からなんか顔変だなと思ってたの。へぇ、なんか、うん、目がおかしいし、ちょっとトロンとしてるし、そう特徴的な感じだね。なんか俺もそうだしさ、正義とかもそうだしさ、そうなりかけてる人って特徴的に顔に出るんだよ、うんうん、いやでもそれはおかしいよね。おかしいよ、おかしいから言ってんの。なんかすごい他人事みたいに言ってる。いやマジだって全然眠くもなんともないし。ああじゃあおかしい、普通に全然意識しっかりしてると思ってるけど。怖い。ターボンとかはもう元からねそういう、うん雰囲気があったっていうか、うんまあ、そういうものがあったみたいな、うん、感じで、まあ、やばそうだなっていう感じだったんですけど、タツキのとこが意外とやばかったらしくて、俺のところはスピードボックス関係なしに声はめちゃくちゃ聞こえる。いるって言えちゃう。いるって隠し得てなんでかっていうと、うん、窓の向こうですんげえ枯葉踏んでる音、うん、止まんねえの。だからさすがにメンバーだと思って、うん、窓開けて見てるけど誰もいないいないけど、うん、こう照らしてるけど今度違う方向から足を変わってる、うんはいはい、これまずいぞってなって、うん、もう一回もう窓閉めようと思って、うん、閉めたら窓の鍵のところだけ綺麗に丸く切り抜かれてて、はい、そっから鍵開けて入ってきたっていうのがもうすぐ分かる一目散。亡くなったの発見して、うん、出す時に強制的に開けたとかね、そう、うん、そういうパターンは考えられる、うん、まあそうだね。どっちのがいいんだろうね、あの部屋とターボーの部屋、さすがにタツキの部屋なのに。場所はそこでいいんだけどね、うん、誰が行くかを決めないといけない。そうね、まあそう、問題はそこなんですよ、うん、一応ね、取れ高的にはターボーさんなんですけれども、うん、まあ、惜しかった惜しかったんで、ターボーさんなんですけど、うん、行くわ、そしたら怖いな、怖いな我こそ怖いな。じゃあ逆にちゃんとしてる人と行った方がいいかもね。いや、マジで、なんか怖いもん、うん、なんか怖いよ。いや、行った方がいいんじゃない、でもこの、なんか起きてること的にラストなんで行きますか。本当にやばかったら連絡しねえ、ちゃんと連絡できるかどうかっていうのは。まあまあまあ、時間はこっちで設けて、うん、4枚合わせ鏡ですね、はい、4枚の鏡を合わせてもらってその場所に4つ交わるんで霊道が、うん、とても強い霊が残るとされている高齢室です、はい、これを多忙にやっていただくと、はいはい、15分経って連絡なかったらもうこっちから行くね。ああ、分かった分かった。安全優先なんです。そうですね、はいはいはい、惜しいとかじゃなくなったからラスト頑張ってください。はい、頑張ってください。みんなも応援してください。はい、はい、やります。頑張ってます。はい、ここですね。見た目的には全然普通の家ですよね。じゃあちょっと早速入っていきます。うわ、鏡が破壊されてんの気持ち悪いな。ほんとだ、もう不自然なぐらい何もないね。というわけでろうそくと鏡をねセッティングしました。今からねこの電気を消して真っ暗にしたいと思います。その前にちょっとこの様子を見せますかね。合わせ鏡縦と横、こうすることでねより強い効果が得れるらしいのでね。やばすぎる、
ホテルでやったら一体どうなるのかっていうのをね、やっていきたいと思います。じゃあ早速この電気を消します。消します。さあこれで一体どうなるのかっていうことですね。はい、ちょっとね、細かくね、こんな感じで映ってますよっていうのを見せます。はい、まあなんか見てれば見るほどね、なんかだんだん気持ち悪くなる感じがあると思うんですけど、だからあんまり視聴者の皆さんもね、見ない方がいいかもしれないですね。はい、こんな感じです。一周しますか。はい、こういう感じですね。レンズフレアみたいなやつはちょっと拭えない、ちょっと見にくいっすね。見にくいね。まあこっちにもね、カメラあるんでね。なんだ、いや、まだ早いよな。あいつら20分ぐらいしたら来るっつったもんな。なんか聞こえた気がしますけど、せっかくなんでね、ちょっといろんなところ映しながらやっていきたいと思います。いやでもおかしいよな、本当にこの部屋綺麗すぎるよな。これか、タツキが言ってた、なんか丸く割れてるやつって。いや変だよね、こんな綺麗に割れる。ろうそくの火めっちゃ揺れたね。風は全く吹いてないけど。ということで、ちょっとここら辺でスピリットボックスやっていきますか。誰かいらっしゃいますか。この部屋でホームレスの方は亡くなられたんですか。誰もいらっしゃらないですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。コミカル大動き。いやでも終わったんだもん、12分。パーボーさんの感想だけですね。まあそうだよね。1回、2回近寄ってくる足音みたいなのが聞こえて、はい、1回目はね、なんかもしかしたら気のせいかなっていうレベルだったんだけど、うん、2回目は本当終盤で、正義に電話した直前に聞こえた足音。4、5人ぐらいがもうガサ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 、なんか言ってるような。4、5人はやばくない。いやでも本当なのよ、ほんあそこは、まあ、月も言ってたから、ね、だから俺メンバーと思って顔出すぐらいだ、はいはい、あもうほんとまんまそれ、ね、だからみんなの名前呼んだのこれ、はいはい、あ呼んだの、そう結構大きめの声で呼んだけど、うん、全く感動しないから、うん、かこれおかしいわと思って正義に電話してどこにいるのかまず確認したかったんだよね。待って待って、俺からの電話来て、電話かけるときに気づいた、はい、あ来てたんだみたいな、来てないとか言ったらもうやばい、何も来てなくてかけたみたいな。
ち悪い、マジで。なんかこの場所にいたくないっていう感覚がすごいあるな。消します。あー怖い。すいません、電気ちょっとつけさせてもらいます。ズバリレートの方どうしましょうか。予想レートよりは低いでしょうね。そうですね。S ぐらいですか。うん、そうですね。S はあっていいよ。途中ちょっとターボがね、なんか惜しかったとかわけわかんないこと言ってやばいかと思ったっすけど。おかしくないっすよね。本当だよ。一人で行かせていいのか、俺ら普通に躊躇するレベルだった。そうね、ちょっと不安だったもんね。変だったけど、まあ、無事にね終わったということで、第12弾出張ホラーナイトウィークはこれにて終了となります。はい、はい、日本ね、もうほぼほぼ全部行ったんで、あとはもう九州、ね、沖縄、そう、ね、北海道、東北、ね、うん、行ったらもう行くとこなくなっちゃうんで、海外も徐々に行こうかなと思ってます。はい、はい、これからも頑張っていきますので、期待しておいてください。はい、お願いします。少しでも楽しんでくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイビー。